ペニシュルラーインターダスト足ですね。はまずそのものは何なのかっていうのはまず知った上で、技術はその先っていう。で最後に皆さんちょっとこの公式を、勉強プラス実践イコール上達。どうも、小石のような男です。はい、どうも、新緑の猿だ。猿さん、うん、その自粛期間、うん、終わりましたね。終わっちゃいましたね。まあ、嬉しいことでもあり、ちょっと大変なことでもあると。そうですね。そう、何が大変かというと、やっぱその自由時間が、まあ、前はなかったのが増えたわけだから戻ったって感じなんだけど、まあ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 、まあ一応その絵を描く時間がいっぱいあったと。そうですね。けどそれが減っちゃって、しかもやることはいっぱいあるから、うん、そう、ほんと限られた時間でやることをやっていかなきゃいけない、時間がない状況でどうしていこうみたいな課題がダイレクトに俺らに直面してるわけじゃん。そうですね。サルさんだったらその自由に使える時間ってどれぐらいある？どうなんだろう。まあ大体仕事が、まあ、10から12時間として、うん、まあ残り睡眠時間が6から8、うん、で考えるとまあ4時間ぐらいなのかな。4時間ぐらい使える時間、本当に自由の時間、自由に使える時間4時間とかな、おおよそね。で週何どれぐらい？まあそっか、週、それが仕事の日だけだから週5だったら20時間。まあ20時間ぐらいは使えるってことか。なるほどね。まあ俺も最近の週1しか休めないんだけどまあだとして、まあ大体同じぐらいかな、20時間で。そのやっぱ時間ってさ平等なわけや、うん、そのめっちゃ忙しい人とか、今すごい有名人とか金持ってる人の時間と俺らの時間って一応24時間って平等な時間があるわけ。そうやね、みんな同じようにね。そう、お金とか環境とか遺伝子とかはその差があるけど、時間だけはなんか唯一平等に降り注ぐものというか、うん、はいはいはい。けどその限られた時間の中でそれをうまく活用して、時間がないのにもかかわらずそのうまくいく人はうまくいくし、うまくいかない人はうまくいかないっていう現実があるというか、うんうん、そういう現実に俺ら直面してるからこそ、今回はこういうテーマについて話していきたいと思います。はい、今回話すテーマはその絵を描いてない時にどういう風に時間を使うかみたいな。はい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 。もう使える時間は1日4時間って決まってたとするけど、その移動の時間とか、その身支度の時間、帰りの時間、掃除、お風呂の中、ご飯食べながらとかも一応その他のこともできるわけ。そうだね。歩いてる時間とかね、ただ通勤、電車から電車への移動時間で、帰りの時間とかさ、休憩時間とかさ、20分とかあったりするわけじゃん、うんうん、そういう隙間時間をいかに使っていくかみたいな、うん、そういう話をしていきます。はいはい。だ、日常忙しい場合に絵が描けないとき、どんな時間を使うといいか、うん、描いてないときも絵の上達にはつながることはできますよっていう。でまあ1つ目、資料を収集する。ほう、画像収集ですか。そうだね、うん、でどういうことかっていうと、そのこれから使うかもしれない資料とか、うん、インスピレーションを書き立たれる画像、うん、画像とかいろんな人のイラスト見てピキーンってくることがあるわけ、うん、はいはい、あ、こんな感じの雰囲気でイラスト描いてみたいみたいな、うん、そういう風に自分がいいと思った画像とか、普通単純に好きな画像を保存する。多分その描きたい絵っていうイメージ感って、もそれ見ることによって、まあ、湧いたりとかできる。そう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 、はいはい、この資料収集するっていうのは隙間時間でもできるわけ。あとスイッチも入りそうだしね。そうだね、描きたいってなるかもしれない。あ、はいはい。
例えば朝起きた瞬間にダラダラって LINE を返信したりするんじゃなくて、起きた瞬間にもう速攻で YouTube のニュースを開きつつ画像を収集する。1日5枚でね。あと最近もう起きた瞬間に YouTube でニュースのチャンネル登録してるから、ニュース流しながらこうやってもう画像撮って、1日5枚は絶対保存するとか決めて、あれ眠たいきついって言いながらバーって5分ぐらいで保存して、はい動きましょうってなる。まあ次行きます。次音声学習、これはまあ今の時代だからこそできる学習法かもしれないけど、例えばボイシーとかその YouTube の絵の描き方講座、まあ例えばこのチャンネルもうラジオっぽい動画とかも上げてるから、その掃除中とかさ、通勤中、そうと車の中で流すとか歩きながら流すとか、そういう風に移動中とかに耳は自由だから、そういう時にその体じゃなくて耳を使って学習するっていうのは結構有効な手段かな。サラさんもやってるよね。うん、このポイントは結構その一般っていうかさ、みんなでもすぐに簡単にできる一番いい方法だと思う、ね、そういうの明日から試せるね。うん、その自分普段聴いとるその好きな歌聴いとる時間をそれするだけでいいし、うん、そうはね。例えば僕だったらよく散歩とかする時とかにやっぱ暇だから、うん、いつも歌とか聴いてるけど、うん、それそういうものにするだけで全然違うし、聴いとるか聴いてないかでその記憶後からふっと思い出したりとか。そうね、全然違うよね。やっぱ情報を入れるか入れないかで考えれる量も変わるし、うん、俺もサルさんが今言ったようにさ、今まで散歩中に音楽とか聴いてたわけよ、けど音楽、まあ確かに聴くの気持ちいいよ、好きだったら聴きたいしね、もちろん、じゃなくてその音楽じゃなくて自分の書きたい勉強の動画とか自分が必要な知識とかを聞いてた方が、まあ、時間効率がいいかなと思って、その Apple Music のアプリ多分今10万円分ぐらい音楽ダウンロードしたかもしれない。それ全部消して割り切って、普通だったら無駄にするの嫌やなって思うよ。だから一番そのさスキルっていうかつけたいために取り入れるのが、その自分が普段生活してるし、生活習慣の中にいかにそのスキルつけるための時間を作るかがすごい重要な気がする。確かに自由に使えるまとまった時間をその自分の使える時間って思いがちだけど、その隙間にある時間も結構有効に使えれるわけだから、その隙間時間をね有効活用していこうという話だね。次、描きたい絵を考える。ほう、これは割と無意識にみんなやってるかもしれないけど、今後描きたいイラストとかキャラクターを頭の中でこねくります。その例えば画像を保存したりしてたら、ふとした時に頭の中をよぎったりするやん、保存した画像とか、あのイラスト良かったなみたいなって考えると、あってことは自分は次こういうイラスト描きたいなとか、あのイラストに出てたこういうキャラいいから自分も似たようなキャラ作りたいなとか、画像保存してあることによってその何もしてない時でも頭の中でイメージが浮かぶようになってるか。多分それは意識の問題かな。そうだね、これを考えるようにしよう。うん、あの飯食いたいな、あのテレビ見たいなっていう考える時間をこれにするだけ、そうだね。むしろ飯食いながらテレビ見ててもできることや。まあまあそれは慣れやん。まあそうだな。同時にできるようになると、書いてない時でも頭の中にイメージが浮かんだり、その書いてない時にも頭で書ける、この感覚よくわかんないかもしれないけど、俺最近やってるのが木の描き方講座とかやってるじゃん。だからその飯食いながらとかもこれどうやって説明したら伝わるんかなとか、あの描き方どういう風にやろうって言って頭の中でこうやってもう線を引いてる。はいはい。そう、あの皮の何木の傷のつけ方はああいう色で塗るといいかもしれないみたいなのを頭の中でも絵を描く。はいはいはい。
だから手でこうやってペンを持って書くんじゃなくて頭の中だけでも書く練習ができるようになるからっていう話かな。じゃあ次はまあまとめみたいな感じだけど、その勉強したこと、例えば小石のチャンネルで言うと、その雲とか空とか木の描き方ってやったじゃん。それを勉強した知識をその実際の風景と照らし合わせて見てみる。ほう。周りをよく見るってこと、ね、はいはい。その言った情報を得て実際にどうなんだろうって確かめて、あ、本当だってなって、そうより実感するって感じか。はあ。で一応その知識でしかないわけじゃん。そうね、見ただけだとね。うる覚えみたいな、本当にみたいな。そう。うん。なんか木の描き方でさ、幹は何個かに分かれるとかさ、そういうのをやったけど、うん、一応自分で再確認して、あ、本当だみたいな、分かれてるねとか、あ、根っこちゃんとある、根っここういう風に土に入ってるんだとか、葉っぱはそのブロッコリーみたいに描くといいよって言ったけど、うん、実際どうなのって、離れて見た時に本当にブロッコリーっぽくなってるみたいな風に確認したり、雲だったら、あ、今の季節夏だから積乱雲が多いのかなみたいな、そういう風にその日常の世界を全部見て自分の知ってる知識と照らし合わせて復習できるというか、うんうん、でその復習した上でもう一回この小石ちゃんの動画見ると、より、あ、本当だったんだみたいな、じゃあこれから本当にこの知識生かして書いていこうみたいな風になるから、書いてない時間、通勤中、車の運転中でさえ、うん、信号待ち止まった時に俺たまにやるんよね。信号待ち止まった時に木見て、あ、あの木の枝の分かれ方はこれで広葉樹で、あ、これは多分落葉樹だなみたいなのを見て、で一本一本こうやって見てって、あ、落葉樹、あ、ちょっとあれ針葉樹だみたいな、で自分の知識を復習していく、うんうん、で絵ってさ、リアルの実際にあるものを絵として落とし込むわけじゃん。だからその実際にあるものもちゃんと見ないといけないから、そうやって見る習慣をつける。電車内でもそのまあ人の顔ジロジロ見るのは難しいけど、例えば目ってのはだいたい頭の頭頂部から顎の半分ぐらいの位置にあって、耳の上の部分は目のラインとだいたい同じでみたいなのを勉強すると、実際に人の顔見ると本当にそうなってるから、より覚えれるみたいな、うんうん、納得するし、ね、そうだから日常描いてない時でもその絵が上達するためにやれることはたくさんありますよっていうことが伝えられる、うん、そうサルさん的にどう、その隙間時間の使い方について、サル、うん、さんがやってる隙間時間の使い方みたいなのはある？そうだね、まあ僕は主にパソコンで、あ、間違えた、動画の編集をしてるんだけど、うん、まあそのやっぱ集中力とかさ、うん、ずっとあるわけじゃないから、だからまあ眠い時は本当に寝るとか、はいはいはい、まあメリハリをつける、割り切ってね。で、あとはそのまあ僕は夜勤してるんだけど、その夜勤して寝とる間に、例えばそのレダリングって言って、その動画の重さを軽くする処理があるんだけど、それしたりとか、動画作成しといて、その何も触れん時を、まあ寝る時間とか、ちゃんと時間配分を決めて計画立ててやっとるかな、うん、説明するとその動画の編集した後って保存するだけでも時間かかるし、あ、動画データにするだけでも結構20分とかかかったりするわけじゃん。あ、 その時間を、まあ、ただ待つんじゃなくて、それやったらすぐ寝ちゃうとか、うん、それやったら別の作業入るとか、そういうことして時間の効率を短縮したり、うん、最悪ね。あとさっきサルさんが言ってた散歩中に勉強する、うん、ね、音声を聞いたりみたいなのもそういうことやね。そうだね、うん、なるほどね。まあ、あとはいかにその生活習慣の中で取り組めるか、ねじ込めるか、その隙間の時間にどれだけねじ込めるか、効率よく。そうだね、やっぱどうしてもそのなんかよく言われるのが、その受動的な時間と能動的な時間、まあ、受動的な時間っていうのはその使わされてる時間のことで、例えばなんとなく習慣的になってる YouTube の動画を見ちゃうとか、 Netflix 適当に開くとか、うん、
あ疲れたって家で布団で横になって動画見出したら3時間経ってたとかよくあるじゃん。あるある。そういうこととか、だからゲームのログインボーナスがあるからログインしなきゃ、うん、でログインしたら結局ゲームやっちゃうから何時間費やすとか、はい、そういうあの酒とかもね、うん、そういうなんか自分の意思で使う時間じゃなくて、うん、使わされてる時間っていっぱいあるわけじゃん、はいはい、無意識に、うん、やっぱその俺らっていろいろ仕掛けられてるというかいろんなものにログインボーナスとかだっていかに俺らがそのゲームに依存するか、一日にたくさんそのゲームのことを考えて、人ってそのたくさん考えれば考えるほどそこから逃れられなくなるって心理学の、 あの実験があるから、そういうのをうまく使って人に時間を使わせるっていうふうにあの作戦を仕掛けてきてるわけだから、いかにそれをその時間を極端まで減らして能動的にその自分の意思で使う時間を増やしていくかっていうのが、その隙間時間をうまく使う上で大切なことかもしれないね。そう。サルさんもなんか自動的な時間の使い方で自分の思い当たる節とかある？まあやっぱ一番はさ、気軽にその YouTube とか動画見えちゃうから、うん、まあ、YouTube で面白いのを見出しまったらずっとダラダラ転がって見てるとか。あれもその YouTube 側に仕掛けられとるわけやん。そうだね。関連動画っていうのを出してその人が気になる動画を関連動画に載せるわけよ。だからそれはもちろんさ、次の別の動画気になっちゃうじゃん。でそうやって YouTube に依存させることによってその1日の YouTube の使用時間を増やしてビジネスにしていくみたいな、常に仕掛けられてるから、できる限り自分で支配できる時間を増やしていくみたいな、意識した方が今後時間の有効活用ができるんじゃないか。そう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 。で結果的にそのやっぱり時間ってまとまった時間ってなかなか取れないから、でも絵を描きたいし上手くなりたいってなるとどうしても隙間の時間が必要になってくると。だからこそその能動的な時間を増やして隙間時間を有効活用していくことによって時間がないにもかかわらず成長できるっていう、でまあこの動画を撮ったというか、ね、自分たちにもこう言い聞かせて今後もやっていきたいね。やっぱどうしてもこう意識してても無駄な時間を使うしだらけたりしちゃうから、俺らも気をつけていこうこれから。そうですね。そう、みんなに言ったんだからちゃんと俺らも気をつけようか。はい、いう感じで皆さん、うん、ちょっとでもね何か気づきが得られたらなって思います。じゃあ今回は終わります。ありがとうございました。